原油価格などの高騰に伴い、電気代値上げの動きが相次いでいます。世代を超えて私たちの目を楽しませてくれるある施設が、節電も難しいと頭を抱えています。現状を取材しました。家計に大きな影響を与える電気代。各電力会社が来年4月から家庭向けの電気料金の値上げを発表しています。そんな電気代が高騰する中、節電が難しく苦しいやりくりを強いられているところがあるんです。今年で開館69年、およそ180種類の海の生き物を展示する玉野市の渋川マリン水族館です。館内の水槽は年間を通して水温調節やろ過を行っていて、日々膨大な電力を使っています。新型コロナの影響でここ数年電気代の値上がりが続いていましたが、今年10月に入ってより顕著になったといいます。前月よりも今月よりも来月みたいな感じで、だんだん上がってきているので、どこが天井なのかわからない状態。全体の予算の中でも電気代が、かなりの上と占めてくるのかなと。こちらが餌を保管している冷凍庫ですね。なのでこれも電力が、毎日使うので、この向こう側にある四角いところが、ろ過槽といいまして、ろ過槽で水が浄化されて、またその向こうにある循環ポンプでその、展示水槽の方に戻されます。そのあたりがかなり電気を、食う設備になります。生き物の命を守る上で欠かせない温水ボイラーや循環ポンプ。1ヶ月の施設の電気使用量はおよそ2500kWh で、標準的な一般家庭のおよそ8倍から10倍ですが、節電も難しいのが現状です。ですね、やっぱり生き物をしっかり元気よく見ていただくためには電気っていうのは本当に必要になってきます。水族館の電気代は今年度の当初予算より5割増える見込みで、施設を運営する玉野市は電気代の不足分およそ370万円を増額する補正予算を組み、現在開会中の市議会に提案しています。先行きの見えない状況に施設も頭を抱えています。それでも生き物にあまり負担をかけないように人の方ができることを頑張っていきたいなと思っております。お客さんたくさん来ていただけたら、その分電気代にもちょっと穴埋めにもなるのかなと。水族館の生き物にも影を落とす電気代の高騰。歯止めがかかることを願いながら、厳しいやりくりが続きます。